ではありますけれども、お客様大変たくさんお集まりいただきました。一言ずつメッセージ頂戴したいと思います。片岡監督から。はい、ちょっと天気の方がですね、わからないですが、まあ、多分スリックタイヤで予選ができるんじゃないかなと思っております、はい、うん、まあ、昨日からですね、大島選手の方、まあまあいい感じで来ておりますので、はい、まあ、予選には期待したいなと思っております、はい、また7号車の、アーティウマルケロフ選手もですね、はい、まあ、徐々に日本のレースに馴染んできているので、うん、まあ、そろそろ力を発揮する頃かなと思っておりますので、まずは今日の予選、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。松田監督お願いします。はい、そうですね、まあ、カムイ選手ね、本当予選の一発の速さがあるので、まあ、とにかくチームをね、しっかりとサポートして早くね、勝たせてあげて、勢いづかせたいなと思ってますので、うん、まあ、予選からガンガン行くところを見せてください。見せてください見てください見てください見してください、なんかおかしくなっちゃう。みんなのガンガンした応援を見たい感じですね。そうですね、はい、お願いします。ありがとうございます。立川監督お願いします。はい、そうですね、まあ、今シーズンうちのチームね、まだいいとこ見せられてないのでね、はい、はい、なんとかね、いいところを今回見せれる、まあ、2台とも今、昨日今日とね、割と調子は良さそうなんで、はい、はい、このあと予選、はい、ガンガンと、いいところを見せてください。ありがとうございました。それでは片岡達也監督、松田龍監督、みんなグラグラになっちゃってすいません。松田次武藤監督、まだ言えてない。立川裕二監督でした。ありがとうございました。頑張ってください。私がまだ慣れてないですね、松田監督っていうのにね。大変失礼いたしました。ありがとうございました。さあ、というわけでね、お届けしてまいりました監督トークショーでしたけれども、いかがでしたでしょうか。